これは毎日の練習の成果です。これは毎日の練習の成果。これは毎日の、これは毎日の練習の成果です。新しい部品は問題なく動いてる。完璧。やっぱり失敗作も壊して作り直そう。やっほー、私の作品これで絶版になっちゃう。捕まえたぞ、強者完結。もっと近づいて始めましょう。芸術とは爆発！なんと私を愛して。どこへ行くんだ。耐火性テスト開始。この材料は私がうまく使ってあげる。しないと。面倒そうだな。俺が始末しておろうか。数えるのか。そういうのは任せたぜ、団長。それじゃ、どこへ行くつもりだ。こんなのはどう。戦利品はいっぱい回収しないと。それじゃ、タオリって行きましょう。はっ、
戦利品がいっぱい回収しないと。ちゃんとしたお茶会なんですね。実は何度かこのようなお茶会に参加したことがあるんです。素敵なティーセット、テーブルに集まり、そして急いでお茶を飲むのではない。それは他人を演じる必要のない場所。興味がおありで？あの時は私のような役者がたくさんいて、みんなでよく集まりました。彼女たちは今も演技を続けているでしょうか。話してみると懐かしいですね。今もずっと私は役者として存在しているのです。ヘアスタイリスト。